福社長です。今回ご紹介したい便利な商品はこちら、ドーン。人が近づくと自動でパッと光る LED テープライトでございます。こちら長さが1メートルございまして、設置方法もめちゃくちゃ簡単です。こちらの LED テープライトは常時点灯モードと人感センサーモードがございます。常時点灯モードの場合はスイッチのオンオフをですね、ポチポチと押していただくとついたり消えたりしまして、約30時間ご使用になれます。また LED ライトですね、優しい電球色ですねとなっておりまして、簡単設置、本当に粘着テープなので両面テープですね、なのでつけたい場所に貼るだけで設置完了でございます。電池式なのでコンセントは不要でございます。単用電池 ×4 本ですね、こちら別売りとなっております。人感センサーモードの場合は近づくと点灯しまして、自動で消灯するモードとなっております。約20秒間点灯します。センサーの感知範囲なんですが、センサーを中心に約100度の範囲で感知しまして、最長約2メートル先の距離から感知することができます。ただし明るすぎる場所ではなかなかセンサーが反応しませんのでご注意ください。それでは実際に LED テープライトを設置して使用している映像をご覧ください。それでは売り場の方に見本として設置していきましょう。はい、こんな感じでスイッチの方にも両面テープがついております。これマジックテープとなっております。テープの方も両面テープですね。そして単4電池を4本入れていきます。完了しまして、両面テープをベローンと剥がしまして、実際に貼りたいところにペタペタペタと貼っていくだけでございます。はい、これで完了ですね。そしてスイッチもつけまして、つきました。結構明るいですね。人感センサーモードにして近づくとこんな感じでつきます。そして広畑店も、はい、つきました。実際に店舗に設置しているのでご覧ください。こちら両面テープでいろんなところに設置できるので、まあ、例えばちょっと暗いクローゼットの中だったり、靴箱だったりとか、あと戸棚とかですね、まあ、先ほど動画でもお見せしたように、例えばうちのようなお店さんだったら商品のディスプレイとして何か目立たせたい商品とかにですね、ところに設置したらすごく目立っていいと思います。ただし防水ではないので水に濡れるような場所の設置はお控えください。便利な LED テープライトいかがでしょうか。